どうもこんにちは、新米クッキングのひかです。材料4つでできる簡単チョコスフレを作っていきたいと思います。ではどうぞ。スーパーカップを入れていきたいと思います。アイスクリームはね、こうやって出すんだよ。こうやってこれ、はい、アイスクリームガーナですけど 50g ですので、これを2枚使いたいと思います。ペルパーいいです。どうぞ。いいです。いいです。どうぞ。いいです。ふっふっ。600ワットレンジで1本。はい、やっていきましょう。600ワット1分ですね。はい、溶き卵を2個分入れます。入れようか。入れるよ。はい、今度は器に移していきたいと思います。もうこれで、って終わりじゃない？もう。はい、今から、200度で20分オーブンで焼いていきたいと思います。完成しました。20分経ちましたね。こんな感じで出来上がっております。はい、粉を振っていきたいと思います。これを振っていく。粉か、粉と。これを振っていく。これが振る。いいよ、お父さん。よしよし。ヘタヘタヘタ。こたぶりかけた方が欲しいんだよ。はい、実食といきたいと思います。じゃあ食べていきましょう。うん、うまい。おいしいね、これ。うまい、うまい、うまい。うん、どう味は？おいしい。おいしいね、これね。アイスクリームを溶かして、その中にチョコレートを入れて、卵を2個入れて、オーブンで焼いただけで、美味しい、これね。何だったっけこれ。リッチスフレだったっけ。チョコスフレ。チョコスフレか。うん、美味しい。無事ね。なんで、そして暑い。暑いね。暑いね。ちょっとお父さんにしては甘すぎるかな。でもこれビターチョコだからね。ビターチョコだっていうね、買ったもんね。でも甘いな、とっても甘いじゃん。やっぱアイスクリームかな。うん、牛乳と合うかもしれないね、これ。あ、龍馬に負ける。完食。いいです、お父さんも完食。うん、おいしかったね。これ牛乳と合うかもしれないね。じゃあ、はい、今日作った料理、お菓子、何だったっけ。チョコスフレ。チョコスフレ。
を作りました。皆さんも作ってみてはいかがでしょうか。はい、動画は以上となります。この動画が良かったと思う人は高評価でお願いします。チャンネル登録してくれたら嬉しいです。ではまた。待ってずに違った。